カピカはね、ピカピカはなんだ。これはあの意外とさ、9人の中で一番綺麗好きじゃない？なんか今目あったよね、誰かと。ちょっとアウトだったよ、今の。抜けてるところは確かに抜けてると思う。なんかな、髪の毛落ちてるの絶対嫌。あと洗濯も2日に1回だじゃないとき、あと洗濯も2日に1回だじゃないとき済まへんくなるし。いや、ちょっと待って、長年の怒りをちょっとここで。だってさ、みんなで共有で使う、例えばなんかその、あれ、歯磨いたりとかするとかあるやん。あそこらに溜まる毛とか絶対取らへん。自分のとこだけ取れへん。違うね、でもな。好きで髪の毛が嫌いやね。分かった分かった分かった。汚いところはちょっと無理なの。触れへんねん。いや、あかんくさ。鍛えるねん。今日からちゃんとやります。シンクの中のやつとか。申し訳ございません。でもあれはきついよ。バレてるかなって思ってて。いや、そのバレバレ嫌よ。バレバレ嫌よ。